監獄ロックは1957年制作のアメリカ合衆国のミュージカル映画エルビス・プレスリー主演。彼の3本目の主演映画である。主題歌はプレスリーの監獄ロック。2004年アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。ビンス・エヴァレットは気さくな高青年だが短期なトラック運転手である。ある夜、 仕事を終えて酔った行きつけの酒場でふとしたことから、殴り合いの大喧嘩になり、相手を死なせてしまい、服役することになってしまう。ビンスは、刑務所内で、元フォークシンガーのハンクと知り合い、彼から、歌の才能を見込まれて、ギターの手ほどきを受ける。そして、出所後二人で組んで舞台に立とうと約束を交わす。一足先に出所したビンスはある。 小さな酒場の舞台に立ったが、誰も耳を傾けない上、歌の最中に騒いだ客に暴力を振るって、飛び出してしまう。そんな彼をレコード会社の営業担当のペギーが気に入り、彼に歌い方をアドバイスし、彼を自社の社長に紹介してくれた。ところが、ィンスの曲は、そこの看板歌手に奪われてしまった。そこで二人は自分たちで会社を起こして、デビュー曲を売り出した。 ペギーの友人でディスクジョッキーのテディの協力もあり、曲は大ヒット、ビンスはたちまちスターとなる。しかし、ビンスは次第に名声や金以外に目もくれなくなり、ペギーとも大喧嘩して反目、出所して彼のもとにやってきた、ハンクも顎で使う傲慢な人物になり果ててしまう。ヒロイン役のジュディ・タイラーは、 映画完成からわずか3日後の1957年7月3日、自動車事故で24歳の若さで急死した。プレスリーは大きなショックを受け、完成した本作を見ることができなかったという、ありがとうございます。